岩手県滝沢市で5月、アイドルグループ、AKB48 の握手会で、メンバーらをノコギリで切りつけたとして、傷害罪などに問われた青森県十和田市の無職、梅田聡被告、24の第2回公判が1日、盛岡地裁、岡田武彦裁判長であった。証拠採用され、検察側が読み上げた被害者の調書には、生々しい犯行状況が綴られていた。最初に切りつけられたメンバーの河江S桃奈、19の調書では、握手会で並んでいた梅田被告の様子を見て、目がおかしいと思ったと不安を抱いたことが明らかにされた。男が持っていた棒のようなものが振り上げられ、おでこに当たった。その時は痛いと思わず、無知だと思った。突然の犯行にカッターの刃がついたノコギリとは気づかなかった。ノコギリは何度も振り下ろされ、右手で守ろうとして指を骨折。殺されるかもしれないと思い床にしゃがみ、這うように逃げたと、死ぬ恐怖があったことを明かした。メンバーでもう一人の被害者、入山アンナ、18も調書で、犯人を絶対許せないと、強い処罰感情をあらわにした。